坊養楼の越前館ですね。越前館ですね。福井県産ということで越前館です。素晴らしい。でこれあの どこでっていうか、あの福井県産の中でも特別なんですか、なんか港の名前とかあるんですか。こちら本日は越前港の越前港、まあ、十日湾の越前港と三国港、大井港の2つの港で仕入れさせていただきます。うーん、そっか。今日はこれをいただきとして、はい、お出しするということになります。でもう一杯、はい、2杯のゆでガニ で、はい、で別のガニで買い差し上げる、年内ですね、メスの成功ガニをお出ししてます。これまだちょっと動いてる、まだ生きてますね。うーん、あこのタグがこれ越前ガニですね。黄色いのが福井県の色。うん、色で、そうです。石川県は青い。おお、うん、覚えた覚えた。おお、おお、元気だね。今日取られた。いや、あの前回の競りの時に、ここしばらく試験したんで。ああそう。今度はなんか出るらしい。久しぶりに。この黒いのは何ですか。これカニビルというヒルの卵になります、ね。まあ、海底の土壌みたいなところにいるんですから。別にカニ の、 あのなんか成分とか養分を吸ってるわけじゃなくて、さっき共存してるだけで、こんな硬いからですね、養分吸いようともないんですよ。すごいな、すごい。なんか煮るのやめと。でこれが福井県の郷土ですからね。哀れに見える。福井県の坊養楼です。分かってんのかな。私はもうこれで終わり。坊養楼越前カニ時期に来ました。最初の料理です。お願いします。はい、まずこちら越前ガニの一品でございます。キャビアが乗っておりますけれども、下は昆布締めしたカニ身でございます。はい、お箸で混ぜてお召し上がりください。はい、ありがとう。昆布締めしたカニなんて初めて聞いた。三国温泉の坊養楼です。素晴らしいね。ありがとう。坊養楼で黒川さんと佐藤さんの担当になってもらってます。お、素晴らしいな。素晴らしいね。うん、素晴らしいよ。これは京都では何、これ何ていうか、はい、説明してもらうよ。今福井でございまして、聖子ガニ、メスの、はい、メスのカニ、越前ガニでございまして、他の地区ですといろいろ言い方が変わりますけど、うん、はい、石川とかで香箱ガニっていう、香箱ガニとか、うん、あと聖子と伸ばしてますが、聖子ガニっていう、あ、聖子ガニ、そう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 、そうだった。ここでは、うん、こちらでは聖子と呼んで、ひらがなで聖子ガニ、それを茹でた冷たくしたものを、ね、全部見出しをしまして、うん、この成功の甲羅に持ってあります。全部、うん、で1匹分丸ごと持ってありますので、うん、お好みでこちらのカニ酢で。それ酢なんですか。あ、カニ酢。うん、素晴らしい、はい、いや、いいね。これ坊養楼の特選カニ酢です、ね、でこの成功ガニっていうのは、はい、3月までじゃないんですよね。もう今月、そうですね、もう終わりで来てる。そう、だから時期がやっぱりメスだから時期短い。今年初めて早すぎにしてます。初めてで最後。うちの近所にはここにタグがついてる。え？タグ。あ、本当だ。メスの方にもタグ付きになっております。この黄色いのがですね。あ、これタグなの。そこにもついてるタグ。うん、でももう。知らなかった。え、私のだけかと思ったら。全部ついてる。みんなついてる、はい、いただきます。はい、どうぞ。はい、次の料理です。こちらカニ刺しシャブでございます。こちらカニ刺しのままでお召し上がりもいただけますので、その場合こちらのカニ醤油を使ってください。あと下のお鍋の方でしゃぶしゃぶをしていただいて、それでも召し上がっていただけますので、その場合お出汁をこちらの赤いトンスに入れていただいて、お出汁と一緒にお召し上がりください。うん、
ります。え、これ、はい、ゆでガニ2つも来るの？はい、2杯。ほほほほほほほ。いいよ、触って。どうぞ。なんか触りたかったんでしょ？何を見てたの？いっぱいお母さんも。いっぱい私が3人でいっぱいだけど、いっぱいお母さんも3人でいっぱいだけど。いや、これはそうできるのかな？わかんないけど。わかんない。これを茹で、熱々よね。はい、ただいま茹で上がってます。で、この包丁で切ったりして食べて、はい、で、これが酢。カニ酢ね、はい、でこれは手を、はい、手がボールでございます。指先を洗って。なるほど、はい。今はスタッフ私どもの方で簡単に足の方を外させていただきます。ああ、お願いします。越前ガニ2つもゆでガニが来た、どうしよう。おお、防養炉でのゆでガニ3人で2つこれから食べさせられます。このごまみたいなのは何やったかね。あ、こちらはカニディルというちょっと言い方あれなんですけれども、カニにつく寄生虫の卵でございます。ただあのカニ自体に害は全くございませんで、うん、逆にちょっと今茹でたので剥がれてしまったんですけれども、たくさんついていることで身が大きい、脱皮をする前の身がパンパンに詰まったカニといった話になります。脱皮する前の美味しいと、そうなんだ、がついてるカニが美味しいという、なるほど。はい、いただきます。足を取って、中でカニ味噌。その福井では、はい、その福井港が、福井越前港が一番あのカニが、もう一つ何か言ってらっしゃるね、越前港。三国、はい、そうですね、こちらの三国町にあります三国になっている。それが、はい、それが福井では2つのメインの港なんですか。実はもう一つ、全部で3つございまして、はい、あとはあの鶴ヶ港という少し、はい、京都寄りの方にございます。鶴ヶと、はい、越前と三国が主流の三大港になっております。また鶴ヶよりももう少し京都寄りに一応小浜港というのもございまして、そちらでも、はい、あの魚を取ってますけれども、最主流の大きな港は三国、越前、鶴ヶとなっております。焼きガニ。いい匂いしてる。お、ぐじゅぐじゅ。あ、どうぞ。プロの方っていうのはこういう越前ガニとかを市場とかで 見てもうパッてこう何がいいかっていうのは分かるんですか。そうですね、見た感じで大体の当たりをつけまして、はい、あとその触ったりとかして、おー、うん、触っても分かるし、あんまりこう触ったりするのはよろしくないんですけど、はい、一番の人がなるんですか。そうね。それ色は何がやっぱり一番
どこ見るのか。鼻だったら目とか言いますけど。うん。あ、トータルですよね。その、それぞれ個体によってやっぱり、その、同じような違う色をしてても、うん、違うの中身が伴わない時もあるし、そのケースだけですよね。へぇ。内側にこういう色がいいとか、ペロッと思う。でもね、その場所、住んでる場所によっても若干違うので、まあ、そんな簡単にこれっていうことだけだったら誰だってね、こう選ぶこと簡単に総合的な経験というか、それで判断して経験ですね。何年ぐらい経験があったの？もう30年ぐらい経験してますね。あの福井地元育ちですか？いや、地元ではないんですけど。どこですか出身？私はあの岐阜の方なんですけど、ね、おお、福井に来ても30年ぐらい経験して、福井にいたいなっていうきっかけって何かあったんですか？そうです、まあ、あのここの会社 の, あの身内の方とちょっと親しくなったもんで、へえ、その口に来たりとか。そっか、すごいね、30年焼きガニです。いただいておりますので、はい、黒川さんは防養老で6年修行されているということですね。はい、まだまだ修行の人間です。次は当館の職人が手打ちをしました辛味蕎麦と、それからカニの足の爪の天ぷらでございます。どこの天ぷらだって、カニの足の爪ですね、爪の部分の天ぷらになります。天ぷらね、はい、はい、こうハサミのところ、はい、それでございます、はい、うん、そこ爪っていうのか、そうです、ハサミハサミ言ってたけど、はい、そうですね、私も爪とも呼んだりいたしますね。これは福井のそば、はい、はい、それでございます、うん、なんかちょっと辛ピリッとした、それでございますね、うん、辛味大根の絞り汁を出しておりまして、そう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 だったね、はい、お菓子の辛さをお楽しみいただければと思います。はい、ありがとう、いただきます。では、はい、こちらは釜飯、釜炊きご飯でございます。うん、はい、何のコシヒカリ？あの福井のコシヒカリを使っておりまして、うん、こちらと生姜で炊き込んであります、うん、はい、で上に乗っているのはあの黄色いのが柚子でございます。あ、柚子なんだね、はい、でこれからそれを混ぜて、はい、混ぜて、はい、この葉っぱは何の葉っぱですか？はい、はい、説明、はい、はい、こちら、あ、葉っぱですね、こちらの方はとあのおたふくなんて言っていまして、なんて、はい、南天のおたふくっていうちょっとこうぷくっとしたあの、うん、まあ、葉っぱなのが特徴ですね、うん、そう、はい、で紅葉したもので、うん、ね、紅葉やね、うん、きれい、きれい、あの、はい、あの水羊羹の方はこちら福井の方ではあの冬に食べる習慣がございますので、うん、あのデッチ羊羹という大野市の方からのお菓子でございます、うん、あとこちらの、器の方は、フルーツは、香りのという三国の、はい、農園の方で採れたイチゴでございます、うん、はい、あとこちら洋梨と、オレンジ入っております。でこれは何だろう？こちらですね、マカロンでございまして、ピエール・エルメとのコラボしたお味の方はジャスミンという味のフレーバーになります、はい、ありがとう、お楽しみください、ありがとう。